白君さん。 民主社民社の白信君です私はただいま議題となりました財政演説、令和4年度補正予算に対し、会保を代表して総理並びに関係閣僚に質問いたします。まず冒頭、知床半島沖の観光船沈没事故において、お亡くなりになられた方々に深い哀悼の誠を捧げるとともに、未だ冷たい海で行方不明になられている方々の一刻も早い救出を心より願うものです。また連休中にもかかわらず、捜索活動に従事された海上保安庁をはじめ、自衛隊。 地元の漁民の皆様、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。この事故につきまして、いくつかご質問させていただきたいと思います。まず、知床遊覧船、カズワンについて、経営者にはあきれてものが言えません。こうした事業者による無駄な経営を防ぐため、国の監督体制が整備されてきたはずですが、そこで国土交通大臣にお聞きいたします。今回、沈没したカズワンは、法廷の救命設備として、小型船救命浮きと救命胴衣を搭載していたとされています。 ただ、事故当時の知床沿岸の海水温は2、3度だと聞いています。そのような海では、大人でも30分で意識を失い、生命の危険にさらされますが、法律で定められた小型船救命不きと、救命胴衣では事故が起きても助かる見込みがないのが分かっていながら、なぜこのような救命設備を法律で定めていたのか、これから再発防止に努めていくという答弁ではなくて、今までの経緯をお聞きいたします。納得いく答弁をお願いいたします。また、無線設備についてお聞きいたします。 さらに5月19日の国交委員会で、カズワンの中間検査に関し、携帯電話を認めたことについて質問をしましたが、国土交通省は JCI 職員がこの地域の通信エリア図の内容をもちろん把握しと答弁しました。しかし、実際調べたところ、航路の大半が通信エリア外でした。検査事務規定最速を見ると、エリア外ならその時点でだめでしょ。事業者の言葉を海みにしたとか、関係なく。 jci が規定を破ったことになりませんか国交大臣お答えください岸田総理、j c i が不適手続きをしたかどうかも含め、第三者委員会で徹底的に真相を究明すべきと考えますが、いかがでしょうか、総理の答弁を求めます。ロシアによるウクライナ侵略は多数の民間人が殺害される結果となっており、一刻も早く戦争状態を停止させなければなりません。我が国は国際社会の平和と安全のために積極的に貢献する必要があります。 岸者政権は G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携して経済政策をしていく。G7 をはじめとする国際社会と連携しながらウクライナの人々に支援したいと繰り返し国会で答弁しております。G7 がやるなら日本もやる。しかし、岸者総理の口から、日本が先頭に立ってこの戦争を停止させるために、G7 の各国よりも先に何かを進めるといったことを聞いたことがありません。 プーチン大統領はフランスのマクロン大統領やドイツのショルツ首相と電話会談を行っています。岸田総理はこの侵攻が始まってから、ウクライナのゼレンスキー大統領とは電話会談したのは承知しておりますが、プーチン大統領とはされたのでしょうか、しないならなぜしないのか、その理由をお示ししてください。今からでも早速、プーチン大統領に電話会談を申し込み、停戦するようにプーチン大統領にも直接働きかけるべきではありませんか、ご答弁願います。 また、インドネシアのジョコ大統領は、今年11月にバリ島で開催予定の G20 サミットにロシアのプーチン大統領を招待し、電話会談で本人から参加するとの回答を得たと発表しました。岸田総理にお伺いしますが、G20 サミットにプーチン大統領が参加することに賛成でしょうか、そしてこのような機会があれば、岸田総理もプーチン大統領と直接会談するお気持ちがあるのかどうか、さらにはゼレンスキー大統領にも声をかける気持ちがあるのかどうか、ご答弁願います。 米国のバイデン大統領が来日し、米国とアジアの経済連携強化を目指すインド太平洋経済枠組みである IPEF の立ち上げに向けた協議を開始することが発表され、岸田政権はこの IPEF に参加することを表明しました。我々は参加を検討することは否定しません。ただ、この地域には多くの経済連携の枠組みがすでに存在しています。トランプ大統領が参加しないと言い出したので、自由貿易圏としては交代した CPTPP。それを受けて交渉するためにはめになった。 日米貿易協定、日米デジタル貿易協定、RCEP、そして今回の IPEF と、覚えきれないことです。しかも、日米貿易協定は2020年1月に協定が発効しており、自動車、自動車部品については、完全の撤廃に関して、さらに交渉すると書いてありますが、交渉、始まったんでしょうか、外務大臣、お答えください。併せて発効して約2年半経ちますが、WTO に協定の存在を通報すらしていない状況です。今後、通報するつもりがあるのか、外務大臣の答弁を求めます。 5月12日、北朝鮮は新型コロナウイルスの感染者が確認されたことを公表し、その後、累計の発熱者は200万人を超えると報じられました。これまで北朝鮮は新型コロナの感染者は存在しないとしてきました。それが今回、建国以来の大動乱であるとして、金正恩総書記が自ら指示し、感染拡大に対応しておようとしております。 こうした北朝鮮のコロナ対応の変化について日本政府はどのように分析しているのでしょうか総理お答えいただきたいと思います北朝鮮で新型コロナウイルスの拡大が報じられて心配なのが拉致被害者の方々ですすでに拉致被害者の多くはご高齢であり新型コロナに感染すれば重症化するリスクがあります こういう中、アメリカのバイデン大統領と韓国のユン大統領とが、北朝鮮に対して支援をする方針を確認したとのことですが、岸田総理は拉致問題は最重要課題といい、あらゆるチャンスを逃すことなく、全力で取り組むというのであるならば、総理はこのタイミングで北朝鮮に PCR 検査キットやワクチンなどを提供するお考えはあるのでしょうか。岸田総理は国会では、拉致問題は最重要課題と発言しているものの、 3月13日の自民党大会で、自民党総裁として演説した際には、拉致問題のことに触れませんでした。私が予算委員会で岸田総理に、拉致問題なぜ削除したのかと質問したところ、岸田総理は、今ご指摘を受けて、私自身、驚いたところでございます。と答弁されました。自分でで演説しつつ今知っっててて驚いたでは開いたたは口が,ふさがりません岸田総理取ってみて 拉致問題は本当に最重要なのでしょうか安倍総理菅総理にはない岸田総理ご自身の拉致問題にかける意思をこの場で表明してください韓国でユンソニョル新大統領が5月10日就任いたしました私も中曽根博文議員鶴保陽介議員鈴木宗男議員とともに就任式出席のために訪韓しユンソニョル大統領と直接会談いたしました 日韓関係はこれを機に、両国が真摯に向き合い、歴史問題を解決しようとする両国の意思を明らかにすることから進める必要があります。そのためにも、首脳同士が何度も直接会談し、信頼を醸成していくべきです。岸田総理は早いうちにユン・ソンニョル大統領と直接会談したいという意思をお持ちでしょうか、お伺いいたします。中国はゼロコロナ政策を続けていますが、これにより工場の稼働停止が生じ、 世界的な部材供給不足が引き起こされており我が国にもその影響が及んでいます9月29日は日中共同声明から50年となりまた秋には中国共産党大会があり中層直期が続投するのではないかと言われています我が国は我が国と中国が切っても切らない経済関係となっておりますが今後この中国との関係をどうするべきか習近平主席とお会いする可能性も含め総理にお伺いいたします NATO が加盟国の国防費対 GDP 比2%を目標としていることを踏まえ、我が国でも防衛費を対 GDP 比2%へと倍増すべきとの主張が見られます。確かに防衛費を倍増すれば、今までよりもたくさんの装備品を買うことができるでしょう。しかし、人口減少、少子高齢化が進む中で、隊員の採用は極めて難しい、厳しい状況にあります。装備品ばかり増やしたところで それに伴う人員配置ができないのでは意味がありません鉄砲の数を二倍にしたから整備劇の二兆拳銃だというわけにはいかないのですまた数字ありきで防衛力整備を進めると調達改革への努力もあまりなされないまま無駄遣いする可能性もあると思います例えばお小遣いを二倍にするけど無駄遣いするなよと言っても無理な話であります また岸田総理は日米首脳会談で、日本の防衛力の抜本的強化を行い、そのら付けとなる防衛費の相当な増額を確保する決意と述べたようですが、相当な増額ではどれだけ増やすのかさっぱりわかりません。総理は防衛費について対 G 何、対 GDP 比、何といった指標や数値目標を設定するおつもりなのでしょうか、どのくらい防衛費を増やすおつもりなのか、明確にお答えください。また 防衛力強化の財源についいて伺います防衛費を2倍にしようと主張される方は、そのための財源について考えておられるんでしょうか、2倍とまではいかなくとも、現下の国際情勢を踏まえ、大幅な防衛力強化を行うつもりであれば、そのための財源を明確に示した上で、国民の判断を仰ぐべきなのか当たり前なんじゃないんでしょうか。我が国の防衛費は、対 GDP 比については諸外国に比べて低いとされると一方、 対税収比で比較すると、NATO 加盟の欧州国と決して遜色のない水準にあることも考えるべきです。自分のいい数字だけで国民に説明するのはやめませんかともかく威勢のいい議論の中で、財源について話さないのは無責任ではないですかまさか他の行政経費を減らして、防衛費を増やすのではないでしょうね。あるいは戦前のように、交際を増発して防衛費を増やすのでしょうか。 自民党内では財政再建派と積極財政派の対立も厳しいようですけれども、激しいようですが、財政の裏付けのないままどんどん防衛費を増やしても、国民の生活を圧迫し、総合的な国力の低下を招きかねません。防衛費増額のための国民の負担について、また財政規律と防衛力整備の関係について、どう考えているのか、総理の明確な答弁を求めます。NATO の比率並みの防衛費というのであれば、 教育費だって納豆並みにすべきじゃないんですか地下資源に乏,乏しい我が国にとって一人一人の特性に応じた能力、可能性を最大限引き出す教育人材育成は国と防衛、国の防衛と同じぐらい大切です。国の将来を考えれば、防衛費とほぼ同額の文教科学振興費こそ倍増すべきであるという主張もあってしかるべきであり、文科大臣、うちの予算も倍にしてくれと主張する気がありますか お答えください最近は防衛費2倍のみならず、敵地攻撃能力とか、核の共有とか、威勢のいい議論ばかりまかり取っています、そもそも世界で唯一の被爆国であり、そして核の悲惨さを世界に訴えていくべきわれわれが、核の共有なんて言い出したら、核廃絶どころか、われわれの思いとは全く別の方向の核の拡散に向かってしまうのではないでしょうか。それに9条を改正し 防衛費を2倍にすれば、日本の周りの国が参りましたとでも言うんでしょうか、逆に北東アジアの緊張関係がより高まっていくほそれはあるんじゃないんでしょうか、私たちは憲法9条を堅持しつつ、周辺国との友好関係を深め、外交力と情報収集力の強化こそが、日本の安全保障につながるものと考えます。戦争をするなら、我々政治家はいりません。 われわれはそういう国々といかに平和的に物事を解決するか、その知恵を絞るのがわれわれ政治家の役割ではなんじゃないんでしょうか。続きまして、政府のコロナ対策についてお聞きします。政府は新型コロナウイルス感染症が拡大して以降、累次にわたって大稼働の経済対策を策定し、大規模な財政しつつ、その裏付けとなる補正予算を編成してきました。 令和2年度には3度に分かる73兆円の補正予算、3年度には1度の補正予算としては過去最大の36兆円の補正予算を編成しました。また、コロナ予備費の計上には合計で約20兆円に上っています。しかし、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金については、コロナ対策であれば自治体が自由に使いますが、これまでに計上してきた16兆円の中には、机や椅子などの備品や公用車の購入、さらには、 巨大なモニュメントの購入費用に当てられるなど関連が不明確な資質もありますそして今回原油高物価高対策の先行実施分として4月28日に使用決定されたコロナ予備費においては新型コロナや原油価格の高騰等を踏まえた環境に配慮した持続可能な観光の推進などコロナ予備費から捻出することは妥当か疑問が残るものが含まれています今コロナの影響を受けていない国民がいますかみんなマスクしてますよ こうした政府の予算執行のあり方からは、コロナと枕ことに使えば、何時でも予算がつく、免罪符になってるんじゃないんでしょうか、そういう印象が受けますが、総理の見解を求めます。4月28日に使用決定された予備費には、燃料油価格激変緩和対策事業の拡充、延長、低所得の子育て世代に対する物価高への対応が含まれております。ただ、その必要性はわれわれが2月から3月にかけて審議した予算委員会から訴えてきていますよ。 予備費とは憲法第87条第1項で、予見しがたい予算の不足に充てるためとなってるじゃないですか。でも物価高は、私が2月にですよ、予算委員会で、いつも食べてる肉団子の直径が小さくなった、といわゆるステルス値上げについて例を挙げて指摘してるじゃありませんか。予見しがたくないです予見してますよ。それとも予算委員会の議論、ちゃんと聞いてなかったんでしょうか。それでいいて予算成立から1ヶ月も経たないうちに 減った分の予備費を補填するという意味不明な補正予算を国会に提出しましたこういう形を取ると極端な話今後本予算もですね丸ごと予備費にしてあとはよろしくなんてことになりかねませんこのような政府の姿勢は国会形式に他ならない極めて問題であると思いますそもそも与党の皆さんがもっと怒らなきゃだめじゃないですか今回の補正予算は 主に燃料油価格激変緩和対策事業にかかる経費と予備費の積み増しからなります。しかし、これでは今後のコロナ対策や物価高対策を政府の判断に白紙任することになってしまいます。我が党の生活安全保障のための緊急経済対策で示す、消費税率の時限的な5%への減税やトリガー条項の発動、事業復活支援金の倍増、中小企業のコロナ債務負担の軽減などは、 コロナ禍と物価高騰に見舞わる国民や事業者にとって早急に必要な対応であり、総理補正予算への盛り込むことを早急に検討していただきたいと思います。国会が開会中である以上、政府は予備費の積み増を主な内容とするさっぱりわからない補正予算ではなくて、具体的な施策を盛り込んだ補正予算を編成し、国会の場で目的や有効性について議論することが筋だと考えますが、総理の見解を求めます。 経済調整についてお伺いします我が国経済は新型コロナウイルス感染症の影響から持ち直しつつあるものの令和4年1、3月期の実質 GDP は前年前期比年率でマイナス -1.0% と日四半期ぶりのマイナス成長となりました日経平均株価もピークよりも大きく落ち込んでいますまたドルを買って円を売る動きが加速し1ドル130円程度まで円安が急速に進行しています エネルギー価格や食料品価格が上昇している中、円安が進むことで輸入コストは大幅に押し上げられています。4月の消費者物価指数は、前年同月比2.1%上昇と消費税率引き上げの影響を除けば、13年7か月ぶりの上昇幅を示すなど、すでに家計に深刻な影響が出始めております。こうした状況を踏まえ、岸田総理は我が国経済の現状と先行について、どのように認識しているのか、見解をお伺いいたします。 今、原油価格が高騰しています。今後もウクライナ情勢の先行きは見通せず、原油価格が早期に落ち着くことは見込めない状況にあります。このような状況下では、現在、政府が実施している数ヶ月単位の短期的な補助金の支給ではなくて、トリガー条項凍結解除のように、ガソリン税を減税するといった抜本的な対策がはるかに有効であると考えます。立憲民主党は昨年12月に、トリガー条項凍結解除に関する法律案を提出いたしました。 さらに4月8日、生活安全保障のための緊急経済対策を発表し、改めてトリガー条項凍結解除とそれに伴う地方税の税収を補填する提案を行っています。政府は一時的な激変緩和対策を場当たり的に継続していますけれども、なぜトリガー条項凍結解除を実施しないのか、総理の説明を求めます。酪農家国の方針に従って、畜産クラスター事業等で牛舎等の設備投資を行い、規模拡大を進めてきました。 その結果、指定団体の生乳受託乳量は、2021年度に約723万トンになり、3年連続で増加となりましたが、現在、コロナ禍に伴う牛乳需要の低迷や、輸入飼料、資材、電流等の価格高騰によるコスト増などもあって、酪農経営を取り巻く環境は急速に悪化しています。その結果、高齢による離農にとどまらず、現役世代でも離農する動きは大変見え、大変深刻な状況です。 当面の対策として、J ミルクなどが基金を創設し、余剰入生乳の仕向け先として増大した脱脂粉乳在庫を餌用に回すなどの対策を実施していますが、このような短期的対策とともに、生乳の受給調整の在り方を抜本的に検討しつつ、過度の輸入飼料への依存から脱却し、飼料の国産化を推進していくべきと考えますが、総理の見解を伺います。 5月9日、安倍元総理は大分市で開催された講演で、日銀は政府の子会社だと発言しました日。日本銀行は日本銀行法において、金融政策の独立性が定められています。それにもかかわらず、安倍元総理がこのような発言をしたことは、日銀の独立性を全く理解せずに、大規模な金融緩和を進めてきたことの調査にほかなりません。その結果物価上昇率2%目標は 2013年に掲げて以来9年間も達成できなかったばかりか日銀の国債保有残高は535兆円にまで積み上がっています岸田政権においても大規模な金融緩和継続していますが今回の安倍元総理の発言をどのように受けてていらっしゃるのかお伺いします最後に岸田総理は被爆地である広島出身で核兵器廃絶に理解のある政治家であると信じています 私がかねてから提案しています、核兵器禁止条約批准が難しいのであれば、せめてオブザーバーが、オブザーバー参加くらいは表明されることを望むとともに、我が党が核廃絶に全力を固めることをお約束して、私の質問を終わります。白君でごござざいいままししたたありがとうございました 岸田文雄内閣総理大臣 <laughs>、えー、白信君議員のご質問にお答えいたします、えー、知床乳乱船事故における真相究明についてお尋ねがありました、えー、まず今回の事故で亡くなられた方々に対し 改めて心から愛との意を表するとともに、家族の方々にお悔やみを申し上げる次第です。そしてご指摘の日本小型船舶検査機構による無線設備の検査については、同機構の検査事務規定最速に基づいて行われたものの、内規に定める検査方法が十分でなかったことから、 国土交通省よりり改めさせたとの報告を受けております今回の事故を受け、私からは法的規制の在り方も含め、安全対策の在り方について、検証・検討を行う検討会を立ち上げ、徹底的な安全対策を講じていくことを指示しており、この指示を受け、現在、国土交通省において、 有識者からなる検討委員会で検証検討を進めていると承知をしております検討委員会では日本小型船舶検査機構による検査方法を含め弁護士消費者団体等の様々な分野の有識者の方々に第三者の立場から徹底的に議論をしていただくと報告を受けております政府としては こうした痛ましい事故を二度と起こさないよう検討委員会での検証検討を進め小型旅客船の総合的な安全対策に取り組んでまいります、えー、プーチン大統領に対する停戦の働きかけ G20 サミットへのプーチン大統領およびゼレンスキー大統領の出席等についてお尋ねがありました今までにいくつかの国がまあ仲介努力を行ってきていますが プーチン大統領からはは歩み寄ろうとする兆しは見えませんこのような状況において必要なことは、ロシアが侵略をやめるよう、ロシアに対して国際社会が一致して強い制裁措置を講じ、またウクライナを支援していくことであり、プーチン大統領との電話会談は行っておりません。G20 におけるロシアの扱いを含め、 国際社会はロシアとの関係をこれまで通りとすることはできません。G20 でのロシアの扱いについては、先般、ジョコ大統領とも議論を行いました。インドネシアをはじめ、各国とも議論しつつ、今後の状況をよく踏まえ、政府として適切に対応していく考えです。また、インドネシアが議長国として、ウクライナを招待したことは歓迎したいと思います。 北朝鮮における新型コロナウイルスの感染拡大と拉致問題についてお尋ねがありました。北朝鮮において、新型コロナウイルスによると考えられるものを含め、連日多数の発熱者が発生し、死者も発生しているとされていることを、強い関心を持って注視しているところです。 その上で、我が国の対応については、予断を持ってお答えすることは控えます。拉致問題は岸田内閣の最重要課題です。日米首脳会談、日米豪印首脳会合では、私から拉致問題の即時解決に向けた理解と協力を改めて求め、各国から強い支持を得ました。また、バイデン大統領には、拉致被害者ご家族の皆様と面会をし、 ご家族の皆様を励まし勇気づけていただきました拉致被害者ご家族の高齢化が進む中親世代のご家族が元気なうちにえ全ての拉致被害者の帰国を実現すべくあらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組みます私自身も条件をつけずに、えー、金正恩委員長と直接見極める決意であります、えー、日韓関係 日韓関係は、旧朝鮮半島出身労働者問題や慰安婦問題などにより、非常に厳しい状況にありますが、東アジアの厳しい安全保障環境を考えると、日韓、日米韓の連携は重要であり、このまま放置することはできません。ユン大統領とは3月に 電話会談を行いその際ユン大,大統領からは日韓関係を重視しており関係改善に向けて共に協力していきたいとの発言がありできるだけ早く対面でお会いしたいえとのやり取りを行いましたえ国と国との約束を守ることは国家間のえ関係の基本です今後の首脳会談については何も決まっておりませんが 日韓関係を健全な関係に戻すべく、日本の一貫した立場に基づき、ユン大統領をはじめ、新政権と緊密に意思疎通をしていく考えです。習主席との会談について、現時点で決まっていることはありませんが、中国との間では、普遍的価値を共有する国々としっかり連携しながら、主張すべきは主張し、責任ある行動を強く求めつつ、 共通の課題については協力するという建設的かつ安定的な関係を双方の努力で構築していくことが重要であると考えております防衛費の増額その財源そして財政規律との関係についてお尋ねがありました我が国の安全保障環境が一層厳しさを増す中でまず行うべきことは国民の命や暮らしを守るために何が必要なのか 具体的かつ現実的に議論をし、積み上げていくことです。その結果、防衛力の抜本的強化にあたって必要となるものの裏付けとなる予算をしっかり確保していく考えであり、こうした観点から、先般の日米首脳会談では、防衛費の相当な増額を確保する決意を述べたところです。こうした考えの下、防衛費の内容、また規模等について、 新たな安全保障戦略等の策定、また今後の予算編成過程を通じて、検討をしてまいります。その際、財政規律を守りつつ、防衛費を安定的に確保する観点から、財源の在り方についても併せて検討してまいります。予備費の使用と補正予算の編成についてお尋ねがありました。 コロナ予備費については、新型コロナにかかる感染拡大防止策に要する経費、その他の同感染症にかかる緊急に要する経費の不足について、臨機応変にかつ時期を逸することなく対応するために計上をされているものであり、個別具体の事業内容について、その趣旨に該当しているかを判断した上で、 適切に使用決定をしております、えー、先般取りまとめた、まあ、総合緊急対策においては、直面する危、えーえー、機に緊急かつ、えー、機動的に対応するため、新たな財源措置を伴うものについては、予備費を活用して迅速に対応した上で、今後の災害、新型コロナの再拡大、 原油価格、物価のさらなる高騰等による予期せぬ財政需要に迅速に対応し、国民の安心を確保するため、予備費の計上及び6月以降の燃料油価格の激変緩和事業を内容とする補正予算を編成することといたしました。そうした補正予算の意義について、国会における説明責任を果たしてまいります。 我が国経済への認識とトリガー条項についてお尋ねがありました我が国経済については持ち直しの動きが続いており先行きについても感染対策に万全を期し経済社会活動の正常化が進む中で景気を景気は持ち直していくことが期待されますただしウクライナ情勢等に伴う原油価格や物価の高騰が マインドの悪化や実質購買力の低下を通じて、民間消費や企業活動を下押しするなど、実体経済への影響が顕在化する可能性や、供給制約等による景気の下振れリスクには十分注意する必要があります。こうした影響に 緊急かつ機動的に対応するため、総合緊急対策に盛り込まれた。各施策に迅速に施策を迅速に実行することで、コロナ禍からの回復を確かなものとしてまいります。トリガー条項については、3。党検討チームにおいて、現時点で発動に際しての課題を解決するための具体的な方策について。 結論を見出すに至っていないため、引き続き検討することとされたと承知をしております。酪、え、農、ー、経営対策についてお尋ねがありました。新型コロナの影響による需、まあ、給緩和や、えー、飼料価格の、まあ、高騰などにより厳しい経営環境にある酪農経営に対しては、高い水準で推移する 乳製品在庫の低減対策や、消費拡大の取り組みを後押しするとともに、今般の総合緊急対策による配合飼料のセーフティーネット基金の積み増し等により、価格高騰の経営への影響を緩和してまいります。その上で、加工原料乳生産者補給金制度を適切に運用し、 生乳の需給および酪農経営の安定を図りつつ、飼料生産組織の機能強化や装置の整備等を通じ、国産飼料の生産利用拡大を推進してまいります。日銀に関する安倍元総理の発言についてお尋ねがありました。政府と日銀の関係については、一般論として、 政府は日銀に対して出資をしているものの議決権はなく、日銀は日本銀行法において、金融政策や業務運営の自主性が認められていることから、政府がその経営を支配するしている法人とは言えず、会社法でいうところの子会社には当たらないと考えております。そののの上で日銀の金融政策運営は平成25年の 政府・日銀の共同声明の考え方に沿って進められてきており、日銀においては、引き続き物価安定目標の持続的安定的な実現に向けて、努力されることを期待しております。残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます斉藤哲夫国土交通大臣。 白新君議員から救命復帰等についてお尋ねがありましたえまず初めに今回の知床遊覧船の事故で亡くなられた方々とそのご家族の皆様方に対し心よりお悔やみ申し上げ、ま、申し上げるとともに今回の事故に遭遇された方々とそのご家族の皆様方に心からお見舞い申し上げますえ船舶安全法は陸地や他船からの救助支援の可能性等も考慮し 航行区域をを分類し安全基準を定めております今般の k a z 今般のように、港から最大速力で2時間以内に往復できる限定された水域のみを航行する小型船舶は、1つに常に港などから1時間以内の位置にいること、2つ目に基準に従って、通常は転覆浸水しづらい構造であり、 一定時間は船内で救助を待つことが可能であること、3つ目に陸地や他船からの迅速な救助や支援が期待できること等を踏まえ、救命同意に加え、救命浮きまたは救命以下だの備え付けが義務付けられています。他方、救命浮きは低水温では短時間で体温が下がってしまう課題があるほか、救命以下だも乗客が乗り移る際、 荒れた海に落水すする危険性がが高いとの課題があります国土交通省としましては、二度とこのような悲惨な事故を起こさないよう、知床遊覧船事故対策検討委員会において、特に厳しい気象解消下にある海域を航行する船舶に備えるべき救命設備の要件についてもしっかりと議論し、必要な措置を講じてまいります。えー、日本 小型船舶検査機構の検査についてお尋ねがありました。日本小型船舶検査機構は、無線設備を携帯電話に変更する際に、検査事務規定最速に基づいて、検査を行うための方法を内規として定めております。機構は本年4月20日に、船舶安全法に基づく中間検査を実施した際、事業者から無線設備を携帯電話に変更したい旨申し出があり、 事業者からの申告書で常時通信可能であることを確認するとの内規に従って、検査を行ったと承知しています。しかしながら、事故を起こしたカズワンの携帯電話では、実際には通信できなかったと推測されることから、機構の内規で定められた検査方法は十分ではなかったものと考えております。このため、5月9日に機構に対し、 携帯電話に関する検査方法の改善を指導し、速やかに改善されたところでございます。林義政外務大臣 白新君議員からは、日米貿易協定についてお尋ねがありました。日米貿易協定においては、自動車および自動車部品について、関税の撤廃に関して、さらに交渉する旨、明記されており、今後、交渉を行うことが日米間で合意をされております。また、協定合意の際の首脳間の共同声明において、今後の交渉については、どの分野を交渉するのか、 まずその対象を日米間で協議することとしております日米間では引き続きこの日米共同声明に沿って外交ルート等を通じて協議を行っていきますまた日米貿易協定の WTO への通報については米国と調整の上でしかるべきタイミングに行う予定でございます <laughs> 末松信介 文部科学大臣白先生にお答え申し上げます文教及び科学振興費についてお尋ねがございました白先生からご指摘いただきました教育及び人材育成につきましては 大変重要であると認識をいたしております成長と分配の好循環による新しい資本主義の実現に向けまして分岐及び科学振興費のさらなる強化は不可欠でございますこのため小学校35人学級の計画的な整備や高学年の強化担任制ギガスクール構想10兆円規模の大学ファンド等しっかりと取り組んでいるところです文部科学省としてはこれらの取り組みを含めまして 人への投資を通じて成長を生み、その果実を分配に充てることで、さらなる成長を生み出せるよう、引き続き文化及び科学振興費を着実に確保してまいります。よろしくお願い申し上げます。